じゃあお前ら外国人登録書を見せろな。お前も。ああ、コムシや。ちゃんこら。名前は？インビア。中国人か？台湾人だよ。お前は？リバウソ。台湾人。おい、ちょっと待てこら。おい。お前外国人登録書。俺日本人だ。日本人？中国人だろ。やつは日本人との混血だ。どっちつかずの雑種ってわけよ。お前さっきあいつらと中国語で話してたろ。何が日本人だよ。いや日本国籍。いいから早く登録書出せ。ほら。うわ。はい。こっち来い。はい。逃げんなよ。はい。うわ。自分から面倒起こすな。中国人に構うな。ここはな、歌舞伎町なんだぞ。歌舞伎町に群がる奴らはどんな国籍の人間も寄生虫のようだ。俺は中国人でも日本人でもない。ある奴は俺をコウモリだと言った。暗闇を噛んだけでひたすら飛び回って生き延びるコウモリだ。
ああ、大哥，等了好久啊。哎，军医来啦！啊，军医来了，下次带来的药。我想帮我弟弟办签证，只是能不能帮我买本护照？可以啊，只要你有钱。怎么样，秀红，是不是什么好消息要跟我讲啊？就这样。富春从民国跑回来，说什么？富春回来，个白痴，没事在民国就好，干嘛回来啊？谁看到的？袁千贵手下，亲眼看到。妈的！你男人的手下。谁呀？孙淳，怎么办呢？袁成贵一定逼你把父亲交出来的。大姐啊，你们上海帮要搞事，我可以找其他借口啊。为什么一定要把我跟父亲算在一起呢？难道他杀十个人，我要赔偿十条命吗？他杀了袁大哥的拜把兄弟，当然。要散在你的头上，你和富春也是拜把兄弟嘛。孙传，你进来干什么？袁大哥的地方，我一向是进出自由的。我跟富春的事情，不是一年前就已经搞清楚，我们是没有关系的吗？那时候，是你脖子硬，经得住他。孙大哥，我跟福春根本就不是什么拜把兄弟，我们只是旧搭档而已啊。孙淳，有话快说，出什么风头？袁大哥要见你，明天下午一点讲，大庙迎来。嘿，记着，你可别想跑。建议大哥。刚才香港来电话说，今天的赛马三 T 奖金又没人中奖，这样年初三的赛马三 T 奖金累计就有4亿港币，等于是64亿日币。嗨，孙大哥，你也该跟建议大哥投一注吧。好啊，那就帮我把一注必中的建议，只要你到时候还活着的话。哎，这是今天的生意，还有这是小姐们的六合彩投注。这次春节真热闹啊，大年也在香港开的六合彩有3000多万港币，等于是5亿日币的奖金。哦，就这样啊。建议，你不要跑，到美国去。我有办法。悪夢の最も恐ろしいのは、驚いて目覚めた瞬間に夢の中身を忘れてしまうことだ。俺はしょっちゅう悪夢を見る。だがどれ一つ思い出せない。いつかそれを思い出す日が来るのが怖い。最近女といる時でさえこれも悪夢に思えてくる。はい、もしもし。もしもし、リュウさんですか？
ワンさんの紹介で。どこのワンさん？ユエンさんのところの。もしもし。もしもし。はい、もしもし。買っていただきたいものがあるんです。子供の内臓以外なら何でも扱うと聞いたんで。ブツは？直接見せたいんだけど、今日の午後2時に風鈴会館の入り口で待ってる。いい？いい？分かった。俺がもし行かなかったらなかったことにしてくれ。名前は？夏美です。夏美ね。ゆえんとこにはワンなんてやついないぞ。午後に会おう、夏美。就是这一期六合彩的赌注，大哥。天完呢？去接叶老爷子。好。听说富春从名古屋回来了。田权贵要我今天中午去见他。去哪？吃早茶。这个时间兴许有早茶吃吗？哎，你不找我有事吗？爸，燕姐来了没呀？讲，你怎么那么久没有来二姐家玩嘛？真是，妈，你在了，真好！天文化的重金从香港聘了大师过来，可以保我们的口福了。大姐，哦，你也来了，给一金医生我一单的。哇，元気啊？元気だよ。見て見て、新しい漫画。啊，どうもです。啊，我好。哦，天文回来了，还有叶伯伯。哎呀，叶老，你老人家这么早就从横滨赶过来，真是赏脸赏脸呐、啊！叶先说他是越老越贪吃呢。请请请，叶伯伯。哦，雪姨，杨先生两公子是能文能武，不服气啊。杨先的两位公子天文和建一是一文一武，真是好福气啊。哪里哪里，如今我们这做监护人的不外乎是说话唠叨的老头子罢了。伊开不苦了，快福建人吼，伫西部也新开个餐厅，听讲嘛是用香港来师傅呢。唔到天文这么紧张，有对手啊。因哪有法度甲天门拼过？天门才有本事。福建人，伊是有计划，道道来新竹发展，你咪使看起。我想吼，阮有个较卖餐厅，应该放一寡广东料理的美女才会使。干那台湾料理哦，安尼有够歹做。因为这几年来吼，来日本的中国人，拢嘛是上海啊、北京啊、还佮温州来，遐个人哦，足爱食广东料理，对无？まだ親父と話ができないのか。もういいよ。ユンチョンクエに会うことぐらい大したことじゃない。ユンチョンクエら上海のチンピラが兄貴に手を出したら、親父のメンツは丸つぶれだ。安心しろ兄貴。
親父はきっと助けてくれるよ。さあ、みんなのところ行こう。俺はいいよ。みんなタイ語喋ってんの全然わかんないよ。それは兄貴が覚えようとしなかったからだろ。俺が覚えようとしてなかったんじゃなくて、誰も教えてくれなかったんだろ。自刚文，我那是赚到3000万港币的六合彩，我要到西边开一间高级 restaurant， 安尼刚好。光耀，给你的朋友崔虎打个电话，我希望他中午能够抽一点空，跟建一见一见，就说我拜托他的。没问题。建一啊，以后就看你自己的了。北京来的崔虎，跟你讲，你又惹上他了。你一定要来吃年夜饭，不要忘记啊！现在的情形，你是不是应该考虑一下早先叶小丹安排你到香港工作的事情？刚才叶先生还提起要走。今天晚上动身还来得及。你又听到什么别的风声了？富春的出现是有原因的。所以你的意思是我很危险喽？帮会之间发生了风暴，总要找一些替死鬼。去香港的事情，见完了严成贵再答复。お前にやってほしいことができるか。もちろん。何？やばい仕事？スパイ。シュレ、戻ってきなさい。すぐ戻るよ。シュレ。你们台湾帮从来看不起我，我帮你干嘛呀？啊？我不是台湾帮的。对对对对对对对，你妈了逼呀！你就是个中日的杂种。你好像还杀死过个台湾人。靠，你呀，吴富春呐！妈了逼还组织一个什么团，叫怒罗拳。妈了个逼的一帮残留孤儿，全是亡命之徒，最你妈不守江湖规矩。怎么穷北京人头上来了？我不是来求你的，我是来跟你做交易的。你牛逼，你嘴硬，哥哥。我知道你一直想搞一个地下钱庄，我也知道你现在只差一个日本户籍来租地方，可以把我的日本户籍借给你，你觉得？好杂种，为做交易，你可以出卖自己祖宗。操！操你妈！在新宿跟我做交易，谁敢谈条件？我这个交易确实是便宜了你。我倒看看，跟你做这交易能占什么便宜。我马上给袁成贵打电话，我暂且留你一条小命。我不贪婪，我想跟你做这交易，看看能赚什么便宜。谢谢。可以。我把这个放那儿。行。你。
看起来刘先生已经吃了中饭了，请客的还是崔虎。怎么样，北京菜合胃口吗？怎么刘先生到处散布谣言，说袁成贵要搞你，害得杨老头和崔虎也忙着跑来替你撑腰。记得袁先生刚到这里来的时候，最爱看《三国演义》来消磨时间。如果没记错的话，书还是我借你的。我想三国里面的人际关系，你比我更清楚。你知道吗？老钱蛮欣赏你的，说你是个人才。可是我倒觉得，你像三国里的三姓家奴吕布，有奶奶便是娘。不敢当，不敢当，出来混的嘛。就好像你跟吴富春搭档的时候一样。哎呀，袁先生啊，你真是贵人多忘事啊！我不是跟你提过，我跟福春早就拆了伙，就在一年前，在他杀你兄弟之前。啊，我替你提过。你说，福春是真的与我无关？早就猜了嘛，还要看前面吗？这一年来我只看两个录像，这只是其中之一，另外一个就是我兄弟的丧礼。我告诉你，富春在新宿没有朋友的，他一定会来找你。现在距离出戏只有三天，把人交给我，你就可以像他们一样打麻将，过一个安乐的春节。袁先生啊，这已经是宽容到了极点。阿拉上海人做事最上路了。敬礼二位。啊，我倒忘了，那本《三国演义》我还给你了没有？夏美ってどんな女だった？ホステスみたいだったよ。すごくいい女だよ。あんたにぴったりだ。会った方がいいよ。いいだろそんなのは。あの女、部屋に戻って5分もしないうちにまた出て行ったんだ。俺、ドアを間違えたふりして隣の部屋のドアをノックしたんだ。そしたらそこのおばさんがぺちゃくちゃたくさん喋ってくれたよ。夏美っていう女は4日前に長屋から来たんだって。そこのおばさんのとこの電話を借りて名古屋に電話したこともあるって。このアパートだよ、203号室。203。誰も言うなよ。 Okay, man。 俺は名古屋に行ったことはない。新宿からどれくらいかかるかもしれない。その名古屋から来た奴らが一体俺に何の用があるというんだ。
今は女のことなんか忘れて新宿を草の根分けてでも父ちゃんを探し出し袁前君に引き渡すことは先決だ。あるいはいっそのこと全部忘れてこの町を出ていくか。だが俺は待つことに慣れている。今までもずっと何かを待っていた。それに外で待つよりはここで待った方がいい。誰？動くな。あんたがなずみか。俺に売りたいものがあるそうだが。あなたが龍さんね。興味がないのかと思った。俺は知らない奴とは商売しないんでね。悪いけど先に調べた。それで人の部屋に押し入ったの？銃まで持って。それはしょうがないよ。あんたがヤバいやつと一緒にいた時のために備えてね。靴ぐらい脱いだらどうなの？日本じゃ靴を脱ぐのは常識でしょ。それもしょうがないよ。このヤバい奴がごつい男だと俺は窓を切り破って逃げなきゃいけないからね。いや、龍健一だ。佐藤夏美です。中国人だろ？日本人よ。でも中国育ちなの。どこ？東北黒龍江の小さな村。じゃあ残留孤児2世だな。それがどうだっていうの？あなただって台湾からの帰国者でしょ。うん。私にも一本ちょうだい。俺のことはどうやって知った？あなたに答える前に私の質問に答えてくれない？ユンちゃん公園のところに本当にワンと男はいないの？そんなこと知らない。あれだけ手下がいるんだ。ワンだかチンだか一人ぐらいいるだろう。新宿で働いてる女じゃないな。俺のこと一体誰から聞いた？ウーフーチュンよ。私名古屋から来たの。フーチュンの女なの。どうしたの？ヤスは今どこにいる？知らない。知らない。お前あいつの女なんだろ。なんで知らないんだよ。私があなたに売ろうとしているものが何なのか知りたくない？話をそらすなよ。ウーフーちゃん。何？私が売ろうとしているのはウーフーちゃんよ。私は名古屋から逃げてきたの。あいつが私を追っかけてくるのが分かってたから新宿に来たわ。新宿じゃあいつの首が金になることを知ってたからね。いっそのこと先手を打ってあいつを引き出してあなたにいることにしたの。子供の内臓以外だったら何でも理解する龍健一さんにね。フーチュンがいつもあなたのことをそう言ってた。何か考えはあんのか？それはあなた次第でしょ。そうでしょ。俺はまだこの取引のことは言ってない。また連絡する。とりあえずこの女から離れなきゃ。この女に関わり合うと何かヤバいことになりそうだ。ケンさん久しぶり。中へどうぞ。
坊沢のやつ来てます。お元気。あ、元気か。神の登場だ。ちょっと抜けるわ。借りは全部まとめて返すからさ。いいよ。この賭場で勝ったことある？仕方ねえさ。新宿でツケが効くのはタイ人だけなんだよ。身内の韓国人のところでさえ出入り禁止だ。あ、それよりいくらくれる？20万。とりあえず半分。あとは待ってから。で、何が知りたいんだ？ウーフンセンについてだ。ああ、残留孤児2世、日本名坂本富雄、1984年中国吉林省より帰国、同年千葉県在住。そんなことは知ってる。ああ、やつはあんたの仲間だったからな。昔はね。何が聞きたい？あいつは昔のことはめったに口にしない。特に家族のことは。奴の両親は確かまだ千葉にいるはず。だからその両親と最近連絡を取ってるか取ってないか。それともう一つ、奴の昔からの知り合いについても。確か前雑誌に帰国子女に関しての文章書いてなかった？頼む。あった。お安いご用だよ。とにかく急いで。いつまで？俺が殺されるまで。おい、何があったんだ？ウーフー人が上海団を襲撃して拳銃で何人か撃たれて怪我したって、女を探してるとか言って。あんたの風船が今さっき源泉区への女の店を襲撃したんだ。女はどこだってね、この源泉区は総動員で3人追ってるに違いない。つまり風船と風船の女と、そして俺だ。そこは新宿に近すぎる。俺についてこ。どこ行くの？飯田橋。馴染みの客に任されてる場所がある。何笑ってんだ？嬉しくって。何でもない。よく笑えんな、こんな時に。だって私のこと心配してくれたじゃないの。小姐、你不要误会。你知道手上只是一张牌而已。搞清楚。是吗？夏美は名古屋の風中に電話をし、源泉家の手に落ちたと嘘を言い、新宿におびき出す。自分の男を裏切るこの女は、俺の手の内にある切り札か、それでも俺自身が彼女の手の内にあるのか。出来上がってないのね。日本じゃ靴を脱いでから上がるのが常識だろ。ごめんね。ねえ、このシャワーって使えんのかな？
私浴びてもいい？サンキュー。杨老爸在吗？建一，你在哪里？我在一个连岩城鬼都找不到的地方了。岩城鬼的确是火冒三丈，整个的新宿都到处找你。现在嘛，现在怒火全消了。是吗？是我帮你摆平的。我想你再蠢，也不会蠢得跟富春一起去砸他的店。现在交出富春的事情要特别小心。进行的如何？我需要钱。要多少？200万。要这么多钱干什么？我已经找遍所有饭店跟旅馆，可是找不到富春。接下来可能要靠一些兄弟来找。什么时候要？待会。我会找个女的来拿。我想现在的新宿对来讲太危险。也好。好。ちょっと出かけてくる。すぐ戻るか。お前の夏美は偽物、彼女は本物だ。夏美は交通事故で死んでる。簡単なことだ。本人が死んじまったからパスポート執行の届け出がされず、今お前の家にいる夏美がそれを買ってクレジットカードの申請に使い、自分の身分証明書にしたんだ。サンキュー。大久保の高須に行って、あのコロンビア人からブツを受け取ってくれ。漢字は俺のつけでいい。ありがとう。じゃあ。健一はどんなことでもする人だと分かってたけど、ここまで陰険だとは知らなかったわ。どうした？私の財布とパスポート調べたでしょ。初めての相手と取引をするとき、いや逆の場合、あんただって絶対俺のパスポートと財布を調べたはずだ。そうじゃないか、佐藤夏実さんよ。じゃあ私の部屋でトランクをかき回したことは？私のパンティー触って興奮してたんじゃないの？どうしたの？私が欲しくないの？バカなものやめろ。服を着替えろ。やってほしいことがある。シャワー浴びたばっかりなのにまた出かけろっていうの？手を貸してほしいんだ。ならいいわ。健一だ。至急車を一台手配してほしい。ああ。ダメだダメだ。そうじゃない。化粧しなきゃ。じゃすればいい。私がどうして風中の元を離れたか聞かないのね。そんなことは聞かなくても分かっている。誰もあんな奴と一緒にやっていけやしない。女ならなおさらだ。ただ一つ妙に思うのは、あいつは昔から女のために無茶をするような奴じゃなかったはずだ。
こっからまっすぐ50メートルぐらい中に入ってニューセンター街の路地を入って右側にセイカンドっていう漢方薬の店があるから、店主は白髪のじいさん、検視に頼まれて来たって言うんだ。いいな。もしもし、建一呀，你就剩两天了。袁大哥，很关心你的脖子。不是不是。喂，建一，你在哪里？秀华。我们刚开门营业不久，夫君跑进来，大叫大嚷，店里的男人又拦着他，随后听见几声枪响了。大家乱起来，我给人推倒了，碰到什么也不知道，好像昏了很久，又好像已经睡了。醒的时候，夫君站在我面前，用枪指着我的脸，问我，我的女人在哪？我问他，你的女人是谁？我以为他又开枪，吓得又昏了过去。再醒的时候。警察已经来了，我想傅春念我们是旧搭档，放过了我。杨伟明跟我说，世代跟袁春贵把事情摆平了。摆平？是协议。协议。袁春贵跟杨伟明在电话里谈了很久，在讨价还价。知道详情吗？我只是知道，歌舞伎町在酝酿一场风暴，傅春偏偏选择这个时候出现，真是火上浇油。而风暴出现，总有一些牺牲。什么？杨伟明跟我说的。那你还不跑吗？可能太迟了吧。而且我现在也不想走了。就是他，你不走，那我先走了。Got it。ご覧のとおりって。どうだった歌舞伎場？静かよ。酔っ払いの日本人が私にいくらでやらせるかって。ケンチがこんな格好させるからでしょ。おい、なんで190万しかないんだ。うん、私が10万もらった。もらった？私があなたに売った情報はそれより高いでしょ。それとこれとは話が別だろう。いつまでここでグズグズしてるつもり？私はね、自分の身を守るためのお金が必要なの。返せ。返しといてよ。俺はな、10日で2割の利息で借りてんだ。同じ条件でいいなら貸してあげてもいいぞ。がべついわね。あんたに会いたかった人がいたわよ。誰？今日一日で俺に歌舞伎町を出ろって言ったのはお前で3人目だ。他のやつは知らないが、俺は本当に兄貴のためを思って言ってるんだ。もうこんなヤクザな世界から足を洗ってくれ。お前はな、敵の商売になれるかもしれないけど俺には無理なんだ。なぜダメだか分かるか。兄貴はユエンチャンクエやツイフーといった連中と一緒で過去にこだわりすぎるんだよ。時代遅れなんだよ。組織のビジネスは
今や国際企業化している。歌舞伎町が時代についていくには一大改革を行わなきゃならないし、そのためには邪魔な古いものを排除しなければならない。フーチュンはちょうどそんな時にやってきた。ミナントって異文書を蹴散らすための絶好の口実になったんだ。わかるか？新宿という獲物を狙ってる連中には横浜の家商団、池袋の復権グループがある。家商団は横浜港という地の利を生かして武器弾薬や麻薬の密輸、外国人商品の売買を牛耳ってきた。復権グループのアングラマネーはすでに日本の不動産投資にも手をつけている。ヤンの親父はイエシャオ団の命令で新宿を変えようとしている。シャオエン、俺の頼みを一つだけ聞いてほしいんだ。大晦日の日に俺はヤンチャンクエとお前の店で落ち合う。そしてフーチェンを引き渡そうと思っている。親父に証人となって立ち会ってもらえるようお前から説得してほしいんだ。俺の店で？ああ、だが心配するな。ヤンチャンクエのやつは約束の場所にたどり着く前に必ず命を落とす。俺がそういうことが大嫌いだって分かってるはずじゃないか。分かったよ。やることはやるよ。でも俺たち兄弟は今後一切関係なしだ。それからもう二度とシャオエン、シャオエンなんて気安く呼ばないでくれ。もちろんだ。お前ももう俺のことを兄貴だなんて呼ばなくてもいいぞ。最後に一つ聞いてくれ。あの女に関わるな。ワンフェ、北京から来た香港歌手、知ってる？ケンイチって本当に白状ね。何が？シャオウェンはあなたのことが好きなのよ。そうでしょ。そんなこと知るかよ。とにかく俺にくっついてくるやつはみんなろくな目に遭わねえんだよ。兄弟だろうが恋人だろうが。ケンイチは私がついてくるのを怖がってる？それとも私についてくるのが怖い？何言ってんだよ。私道は知らないけどさ、さっきからあてもなく走り回ってることぐらいわかるわ。ケンイチは私と二人っきりになるのが怖いからマンションに帰らないんでしょ。胸口叩くな。ねえ、車の中でやってみたことある？ワンフェイじゃダメなの？この音何？Unforgettable。 お気に入りの歌？当時俺のお風呂が黒人のピアニストとくっついていた頃、毎晩やってる時のテーマ曲。それが子供時代の思い出の一つ。私この歌好きよ。好きなら持っていけ。
お願いがあるの。これから私たち何日か一緒にいなきゃならないでしょ。嘘でも構わないから私をあなたの恋人にしてくれない？一日でも二日でもいいんだけど。好きにしろ。本当？嬉しいね。じゃあこの歌が私たちの歌ね。That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. もしもし、フジュン、今どこにいる？分かった、すぐに行く。先にタクシー乗ってマンション帰れ。ねえ、一緒に行っちゃいけないの？ダメだ。ジャンクエを殺したいと言ったら、お前俺に手貸すか？それより聞きたいことがある。言ってみろ。お前は昔確か女なんてどうでもよかったはずだ。そのお前が探している女ってどんな女？1年前、なぜ俺は新宿を離れなきゃならなかった？お前がエンチェンクエの片腕を殺したからだ。俺はなぜそいつを殺した？それは聞いてない。おい、今クイズ合コンしてる場合じゃない。お前何焦ってんだ？急いで帰んなきゃいけないのか？俺はな、3日も隠れてたってのに6
ろくに話もできないのか。ああ！じゃあゆっくり話せばいいじゃん。俺たち残留孤児2世が千葉にいた頃、いつも日本人のいじめにあった、うん、だからドラゴン団を作ったんだ。それは知ってる。中国で同居だったある女の子が地元のチンピラに回された。その中には奴らに喧嘩を教えた上海出身の男もいた。その女の子はな、まだ14歳だった。その女の子はそのうち千葉でホステスになり、俺に後ろ盾になってほしいと頼んできた。で、俺の女になった。まさかその上海出身の男ってお前に殺されたユンゼン家の片腕？3日前、シャオリエンがユンちゃんクエンに捕まったと電話かけてきた。シャオリエン？シャオリエン、シャオリエン、俺の女だ。もしお前がシャオリエンを助け出してくれたら、ユンちゃんクエを殺しに行こう。お前、ショーンを殺さなくてよかったよ。彼女はお前が昔の仲間だから撃たなかったと思ったらしい。ユンちゃんクエの身内なら誰だって見逃しはしない。ただあの畜生のスンチュンが現れたんで、やっとの思いで逃げ出してきたんだ。もうちょっとであの野郎の弾を食らうとこだった。いや、ショーンはそれを知らなかった。ショーンだったらシャオリンを何とかできるかも。それは俺は頼んでてやるよ。で、俺はどうやってお前と打ち合えばいいんだ？ドラゴンを知ってるか？竜だろ。新宿西口へ行って竜を探せ。そしたら俺に会える。何カッコつけてんだよ。ちょっとお前を脅かし合いたいんだ。それな、ユンちゃんクエを一緒にやるっていう返事だってまだもらってないぜ。喂，建议，听说你招上桃花运了。不过可能是厄运。昨天晚上睡得好吗？沈大哥，我根本就没睡。どうしたの？悪い夢見た。どんな夢？覚えてない。誰か抱いてる夢見てたんじゃないの？どこ行っていた？ん？目が覚めてから買い物に行ってたの。お部屋を片付けて、でこれなら人間の住むとこらしくなったでしょ。見て、圭一の女になるからには家のこともちゃんとしなきゃね。そうでしょ。俺の女になりたかったら本当のこと言え。どうしたの？お前は佐藤夏美なんかじゃない。フーチュンが何か言ったの？お前はあいつと一緒に中国で育った。その通りよ。
私たちの家は近所だったの。私のお母さんとあの人のお母さんは同じ残留孤児だったの。日本に来てから出会ったの。それだけか。お前の嘘はそれだけか。お前が本当のこと言わないけど、どうやって信じんだお前よ。小さい頃お父さんや母さんが私を送った。その後今度あの人が私を送った。あなたも私を送ったの。そんなんじゃない。そんなんじゃない。ケイチ。でもお前だってマジになってあいつを殺そうなって思ってないんだろ。本当はね、12歳の時にあの人に強姦されたの。これで満足？昔から私に近づいてくる男の目的はただ一つ。でもあなたならいい。お前の全てを信じたい。知らないんだよ。たとえお前が俺の女になってもな。構わない。それでも。俺は彼女の部屋に入るんじゃなかった。トランクなんか開けるんじゃなかった。ケイチ、もうちょっと優しくして。あんたあいつらとは違う人間でしょ。ごめんなさい。あいつらとあんたを比べるなんて。まさかここまでことがややこしくなるとはね。それでも計画は実行できるの？私温泉ってもんに入ったことがないの。二人で何もかも忘れて温泉になるところに行くってのはどう？温泉なんて伝わっていけるじゃん。そんな簡単なことだってしたことがないの。部長はこう言った。世の中には2種類の人間しかいないとな。騙すやつと騙されるやつ。俺たちは盗んだクレジットカードで何軒かのデパートで手分けして買い物をしまくった。主に子供の服。それは何日かして資本に品物を払い戻しに行かせるんだ。合わなかったってな。
サイズに合わなかった子供服を返品しに来る主婦は誰も疑わないからな。ケイチは人を殺したことがあるの？一度だけ。もしもし、天文か。なんだ。今。你真用了个女助手。她不是什么助手，她是富春的女人，是要用来引诱富春出来的。她已经跟富春联络上了。计划如何？我明天会打电话给袁成贵，说我已经找了中立的马来西亚人，抓到了傅权。但是见人的地方，必须要在一个大家都能够信任的地点。也就是天文的桃园大饭店，时间是下午五点，到时候你必须要在场当见证人，好让袁权贵放心。但实际上富春他会在袁权贵到了桃园之前就要了他的命，行得通吗？杀了袁权贵，上海帮他会罢手。上海帮早就在搞内乱，我想你比我更清楚。钱伯那个家伙早就想当老大，秀红给我的消息不会假。到时候我只要能够把傅春的尸体交出来，大家假意检定一下，便会不了了之，不是吗？就这么简单？要担心的是我，你只要向袁成贵证实明天要交人的事情就可以。看来明晚年夜饭要吃一些开了。哎，生意好吧？啊，托付托付。好，谢谢谢谢。走，慢走啊。好好，怕太阳了吧？明天就拜托你了。那我走了。啊，小高，挂高一点吧。啊。啊，对了，老妈要我提醒你，明晚来吃年夜饭，地点也是在桃园大饭店。叶老总要来，他想见一见你。好。还挺亲热，我请二位兜兜风。哎呦。这蜜呵，哪儿找来的？富春的女人。富春，富春的命还不是在你跟杨伟民手里啊？建议啊，自打昨天你邀请我参加了这出戏，我就觉得我得扮个角儿。所以我觉得你还是告诉我，明天歌舞之厅到底会发生什么事儿？哎，我主要是说，我怕你告晚了。我帮不上您这忙了，就明天把吴富春交给袁成贵。哎，你这情儿他不跟我说实话，那你告诉我啊？哎，我们找个地儿好好聊聊去，我让你看看是他功夫深呢，还是我功夫深？当然是他。是呢，你怎么就知道呀？啊！好，我说，你说，
叫富春把袁生哥给杀了，就这样。好主意啊！哎呀，再一下我尿就出来了。建议，这妞迟早是我的，我先搁你那儿替我存着，啊。停车！ずいぶん待たされたからトイレに行ったの。トイレか？電話じゃないのか？どういう意味？あなたまだ私を信用してないの？俺はまだお前を信用するって決めたわけじゃない。私は東京に一人も知り合いがいないのよ。どこに電話するっていうのよ。情報が欲しいやつにさ。それとかさっきツイフが現れたとか。ああ違うか。あそっか、さっきツイフに電話して逃げ道に補強かけたんだ。ああ私はあいつの電話番号だって知らないのよ。どうして私が一番嫌いなやつと付き合うと思うのよ。言いがかりだわ。電話ボックスにはな、電話帳っていうものが置いてあるんだぜ。何やってんだバカ。言葉が信用できないなら体で証明するだけよ。立てるか。大丈夫だな。私は本当にトイレに行ってただけよ。もちろんもう一つ他のこともしてたよ。ケンイチみたいな男には今日が何の日か分かるはずないよね。はい、バレンタインでしょ。どうしたの？私また失敗しちゃった？ねえ、こういうの好きじゃないの？俺みたいに夜飛ぶコウモリになりたいか？
もちろん、なりたい。どこ行くの？コウモリは当てもなく飛ぶもんだ。じゃあ私たちの歌を聴かなくっちゃね。That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way and forevermore. That's how we stay.That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Yuki が降ってきたら最高なのに。世の中そんなに都合よくはいかないさ。今夜はセックスしないでね。抱いてくれるだけでいいの。もともとそんなことをしようとなんて思ってなかったよ。袁老板啊，嗯，今天下午五点，桃园大饭店。对，麻烦你来的时候，手下不要超过两位，要不然到时候人多了会不会乱？我可不能担保。好好好好，好。大张，ありがとう。先に食べておいて。俺ちょっと用事あるから。うん。な。うん。あ、それと15分だったら俺の携帯に電話して。どうして？いいか。15分だぞ。いいな。福春，次郎覚えてるか？ああ、確か高田馬場の元警部。駅で体洗ってくるよ。ゆっくりしてくといいよ。通りで新宿中探してもらっても見つかんないわけだ。目立つ場所が安全だってわけだ。でどうなんだ、シャオリエンの居所は分かったのか？心配するな。ショウホンがユンチョン会をうまくごまかしてシャオリエンを引き渡してもらった。うん、
これで心置きなくあの腐ったらユンちゃんくよをぶち殺せる。今日の午後5時、ユンチョンクイが手下を二人連れてここを通る。俺と桃源大飯店で会うことになっている。4時45分、ここで少年がお前にバッグを渡す。中にはショットガンとトランシーバーが入っている。俺が合図を出すまでは動くなよ。もしもし、シャオリエン？ああ、今フーちゃんと一緒にいる。あ、ショウホンのとこにいるから安全だってフーちゃんに言ってやれ。シャオリエン、無事でよかった。ああ、安心しろ。必ずあのクソったの頭を取ってやる。ああ、それまで。シャレン、シャレン、なぜ切ってんだ。シャレン、とにかく事が終わったら急いで現場離れろ。俺はシャレンを連れて高田のパパの墓地に行く。そこと違う。分かった。以前役の取引で使ったあそこだな。そうだ。ちょっと待て、もう一つ大事な要件がある。今夜発表の録音財布紙買っといてくれ。俺とシャオリエンの将来のために。もしもし、新宿の喫茶店ミソラの電話番号。小姐说你是谁派来的？まあ乱暴だな。俺は問い詰めろって合図したんだぞ。蹴飛ばすように合図したでしょ。麻烦你回去跟叶老头说，谢谢他，但是我刘建英不需要保姆。お前がさっきヤンの親父に電話してここにいるって教えたんだろ。何ですって。俺たちがあの喫茶店にいることは誰も知らないはずだ。そうよ。でもそいつが誰かを見張りに起こすなんて思いもしなかった。この前薬局に行って金を取りに行った時、多分お前はヤンの親父にこう言われただろう。リュウケンイチは信用できない、何かあったら俺に頼るようにって。みんな分かってんなら聞くことないじゃない。だから昨日チーフのこともお前はヤンの親父に教えたはずだ。覚えているか、人にはな、騙す者と騙される者しかいないって。俺たち二人は騙す方の人間なの。なぜお前が俺を騙せたか考えてみろ。俺を信用できないなら他は当たってもいい。どうせお前がいてもいなくてもこの計画は変わらない。とにかく気をつけろ。はい、もしもし。宿題が間に合ってよかったよ。簡単にくたばるか。で、プーチンの親父は5年前に肺がんで死に、母親の坂本京子は千葉の柏で生活保護を受けてる。長男は人を殺して今も服役中だ。プーチンは次男で、他に女の姉妹が2人いて、上は4歳の時中国で死んだ。下の妹の名はマチコ、中国名はフーリアンだ。何？家族や同郷の者たちはシャオレンって呼んでる。この
シャオレンっていうのが風中の上を行くやつで、千葉に来た後チンピラたちとつるんでカッパライや泥棒何でもやってのけた。その後不良グループの中でトラブルを起こしたが、なんと上の兄と寝て後ろ盾になってもらった。結局その上の兄は人を殺して刑務所行きだ。今度は風春を捕まえて同じようなことをやってた。風春の妹はどんなことでもやってのける女だ。噂じゃ人を殺したこともあるらしいよ。もうちょっとお前のことが知りたいから。オフォリエ、父ちゃんの妹よ。そこまで知ってしまったのね。本当のことを言うから聞いてくれる？好きにしな。日本に帰ってきたばっかりの頃は言葉が通じなくて生活も苦しかった。学校でもいじめを受けて。そんなこといい、俺だって知ってる。地元のチンピラに回されてボスの女にさせられたの。そいつは私を好き放題に他のチーマーや暴走族にやらせたわ。私は我慢ができなかった。だから上の兄さんに助けを求めたの。そして兄さんと寝たわ。兄さんは私の代わりに3人のチンピラを殺して刑務所に入ったの。そしたら今度は風春が自分と寝るように迫ってきたの。17歳の時に私は千葉の家を逃げ出したわ。そしたら去年名古屋で風中に見つかってしまったの。誓ったもん、あれは誤感だった。私の家に住みついて金をせびり私をぶった。その上私は妊娠までしたの。あいつの子供、実の兄弟の子供、中絶したのよ。ケイチ、一緒に逃げよう。何もかも忘れて、計画のこともユンちゃん君を殺すことも。お金なら持ってる、本当よ。誰かを裏切ったり
誰かに裏切られたり、そんなこと考えなくていいところに逃げよう。ねえ、今すぐ行こうよ。もう遅いんだよ、シャワリン。今さら後戻りができないんだよ。ことは大きくなりすぎた。もう俺一人じゃどうすることもできないの。たとえそれが失敗するって分かっても、もうやるしかないんだよ。それにお前が行きたいって言ってる場所はな、そんなのこの世界ではどこにも存在しない。服を着ろ、時間だ。フーチョンはお前が自分で仕留めろ。大哥，喂，哎，严大生，你好，对，好，谢谢。连养老太婆都在，应该没问题吧？杨成贵找你，二线。哦。快把事情办完，可以早一点回去吃年夜饭了。对，好 ，OK， 走。你何があるの？教えてよね、教えてよ。去去。おい、気をつけ。お前から徐々の方向に怪しい奴らが二人いる。まとめて始末してやる。よし、分かった。お前は先に行け。高田のパパで落ち合おう。演奏会は時間通りに来る。分かった。哎呦，叶老，王科技，适应了适应，你这么早就过来了。叶先生，多谢您才是真的呢，不然的话今年啊连年夜饭都没地方吃了。你太客气了。今横断歩道渡る。原生今横断歩道渡るぞ。聞いてんのかよ。刑事、刑事、いや随分探しましたね。力になってくれやダメか。俺もや、香港の6号サイクルが欲しいんだよ。妈，哎，徐瑞到了没有？还没有，他不是跟你来的吗？当たれば豪華な当たろ。後にしろ後に。オッケーよ。どけ。
何やってんだここで。一緒にいたくて。先に行け。出卖我，那整件事情都算完美合理啊。我是对事，不是对人，早就叫你逃了。本来只是负圈闯祸，谁要你多管闲事？看你接下来还是继续做你的上海帮主情人呢、啊，只是现在换了一个头号人物，叫做孙淳。但是你可别忘了、啊，孙淳，在你头上。是那个上海帮主袁成贵，还有一个老二钱波，只要叫出傅春跟你的尸体，就占了上风了。让我搞清楚一下，刚刚袭击傅春的是你的手下，那么杀袁成贵的是崔虎人。不过，那谢谢你的撮合。原来全部都是杨伟明替叶小丹抢夺心术的好戏。崔虎投降，少了袁成贵的上海帮，崔虎要投降，整个都是《三国演义》的板虎。哦，原来想当上海帮帮主的人是你啊，秀红。那这个家伙不只是想干主人的女人，出卖主人的狗吗？谁愿做一辈子的妈妈桑？杨伟明答应我，给我滚歌舞伎町内部的俱乐部。废话想说，去哪儿见你？你也打算杀虎冲了吧？喂，有没有抽烟啊？尽管抽吧。再抽，谁杀的？可不可以听电话啊？要听就快点。喂。啊。好，那这样。乐和彩开了。开的什么号码？
别妄想。秀红，秀红，别妄想。再见，哥。こんなに警官がたくさんいるのに桃源台飯店に行かなきゃいけないの？ああ、今八百万で家下田が会議をしている。今のうちに行って話をつけなきゃいけないんだ。じゃあ戻るか。もう戻るんですか？うん、行こう。怎么了？是不是很惊讶？为什么我还在？也因此可能要麻烦三位老总重新判断今天晚上的事情，特别是上海帮的新龙头钱老板。三位不会介意由我来说吧？其实事情很简单，由黄秀红勾引情人孙淳，与帮会仇人吴富春一起杀害上海帮帮主袁成贵，最后因为利益冲突而互相残杀，对吗？特别是在我打完匿名的报警电话，而说在某地发现三人枪战后的尸体，这样的说法合理吧？这种说法也无不可。叶老总，你觉得如何？这有很多什么什么地方。叶先说，这听起来倒是合理，不过非得要当事人的上海帮同意才可。孙淳早就想做老大，今天参与他叛乱的这些手下也可以作证，这事就这样定了。建议方面就这样，不过夏梅小姐的问题就比较严重喽。什么意思？三天前，明姑来人见叶老总，要求寻找富春和他的女人。据说，
他在人家名古屋地下钱庄发了一笔6000万的横财，而且打死两个职员。如今富春死了，恐怕这笔账就算到夏梅小姐的头上来了。不然，叶老总怎么下得了台？这个面子怎么挽回呢？事情就是这么简单，是他挑起这场是非，他想借用袁成贵这把刀杀了富春，好独吞这笔钱。一切都是为了钱吗？如今说成是由他勾结黄秀红与孙淳合演，这整件事情就合理了。那还钱怎么样？还钱只是个好的开始。钱在哪里？买房子了。你是聪明还是愚蠢？那把房子卖了再还怎么样？叶先生说太迟了，谁还有闲工夫等他卖房子？这件事今天晚上就得解决。我还有一个办法。嗨，不要办法不办法的建议啊，你保着自己的命就不错了嘛。不让我说，因为这个说法比较事实。其实是叶老总想插手控制整个歌舞伎町。你疯了！然后勾结钱波除掉袁成贵。之后两人倒戈相向，自相残杀，而往后的新宿与横滨就全是你杨伟明的天下，合理吧？走！没事没事。どうしてやを殺さなかったの？警察や他の連中とうまく話をつけてくれる人間が必要だからだ。これから二手に分かれるかもしれない。お前が持っていろ。ヤンが全部を殺してどうして分かったの？親父は黄秀芳を表舞台に立たせ、かけて上海グループへ集めたかったんだ。それに前々から家のおっさんの権力も覚えたかった。俺はそれを早く叶えてやったんだ。だからヤンもあなたのことを見逃したの？さすがに親父は手回しがいいな。杨老爷子真是料事如神呐。他就说你可从黄秀红手里死里逃生。仙一啊，你也真是聪明过人，想出来走阳台这么一招。好在我崔虎也不是傻逼。等会我请你兜兜风。你节外生枝搞出这么一茬，实在是帮了我的大忙啊，天助我也。投奔杨老头子那不是我的长久之计。我今儿晚上的任务就是交出你们两个人。看着情景，我现在想留一个活口作为今天晚上这事儿的见证人，日后我威胁杨老头子的时候也好有个保险。二位之中选择一个去死也实在不容易，选上了就得死，死了你就说不了话了。我倒不建议留这漂亮的姑娘，我还可以有用处。真的不能放我们一起逃吗？逃得了一时，逃不了一世啊。两个人牺牲一个，另一个就海阔天空了。你要愿意，我可以帮你。你别碰我。你以为我不知道你身上有枪是吗？聪明的小姐，这种时刻谁都知道这枪不应该冲着我吧。建议哟，
我早说，我让你把它让给我嘛，你看这事弄的，嗨。小莲，우때문에서야채가들고나왔대이래뭐나를가까이나나니야들아구대他错过了机会，这是命中注定。这个女人，你我迟早栽在她的手里头，不是你我的福分可以享受的。一枪了断。彼女の部屋に入るんじゃなかった。トランクなんか開けるんじゃなかった。彼女は俺より強い人間だ。自分の欲しいものははっきりと知っている。それを手に入れるためにはどんなことでもやる。俺がこのクソみたいな歌舞伎町から離れるには彼女についていくのが唯一の方法かもしれない。あの夜彼女を抱いたままどれくらいいたのか、雪は本当に降ったのか、俺ははっきり覚えていない。俺はしばらく歌舞伎町から姿を消した。後でチーフが仲間になれと言い寄ってきた。奴が言うには、俺はもう感情で動くことのない完全な冷血動物になってしまったらしい。だからこそ理想的な仲間になるんだと。
2年後ヤン・ウェイミンは東京の中国マフィアのボスになっていた。彼の70歳の誕生日の夜、日本中の中国マフィアは新宿でそれを祝った。夏美の敵を討つためにヤン・ウェイミンを殺しに俺がその会場に現れるという噂が立った。だがそれは違う。本当は奴に代わって俺が歌舞伎町を牛耳るためだ。ところで夏美って誰だ。That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable.